はいどうも、 G-SHOCK 大好き沼田です。はい、今回は、メタルの中古の G-SHOCK ゼカヒカという、テーマでお送りしたいと思います。はい、なんでこのテーマかというと、まあ、コメントで私は潔癖症で中古は考えられないというね、ちょっとコメントいただいたからっていうのもあるんですけど、はい、私も何を隠そう、まあ、潔癖症ではありますし、まあ、中古どうしようかなっていう、まあ、悩んだ時期もあります。はい、気持ちはわかるというか、まあ、うん、そういうふうな考えの方は、まあ、結構半分ぐらいいらっしゃるんじゃないかななんて思ってるんですけれども、まあね、過去に、まあ、古着とかもね僕は買っていたりもしたことはあるので、今古着ブームでもあると思うんですけど、最近は古着とか全然嫌だなって言うと変ですけど、うん、まあ別に古着その好んでは買わない感じなんですけどもね。はい、まあそういうこともあって、まああと中古のね、ロレックスとかオメガとかアンティーク時計とかがまあ流通してるっていうのも、まあ、まあ中古市場っていうんですかね、まあ、G-SHOCK っていうとちょっとねそういう意味ではあんまりまあ中古の G-SHOCK だったら別に中古で買う必要なくないって思う人もいるかもしれないですね。はい、まあただまあ中古のメタルの G-SHOCK は値段もそれなりに高いですし、まあ、金属素材なんで、まあ研磨とか、交換修理とかね、そういうこともできるので、まあ最近はまあメタルの中古の G-SHOCK ありかなっていうふうに思ってます。はい、私そもそも、最初はメタルのシルバーの G-SHOCK を新品で購入してました。はい、まあ、ちょっとね値上げがある直前だったこともあって、まあ焦って買ったっていうかのもあって、まあそれでまた値上げがあって G-SHOCK メタルって高いな、いいものだけど高いなと思ってました。でまあそういうのもあっていろいろ中古市場というかね、中古で売ってるメタル G-SHOCK とかを見てるうちに、ああ中古だと結構かなり半分以下でね、定価の半額以下とかで買えるんだなって思ったら、まあ状態のいいもの、まあ未使用とかっていうのも中にあったりするんで、ほぼ新品同様みたいな、まあそういうのをまあちょっと見つつ、ああ中古もありかなとかって思いました。はい、ボロボロのメタルの G-SHOCK は2万以下で買えたりしたので、あそれそのものを使うかどうかは分かんないけど、まあとりあえず買ってみてっていうので、まあ本物だったし、あとは部品交換すればいいかなと思ってたんですよね。はい、そもそもその G-SHOCK 自体部品を購入することはできないんですけれども、その時計の部品交換はその時計を持っていれば、修理交換ということで、手に入るんですね。で使っていた、部品も例えばベゼルとか返してくださいって言ったら、ボロボロのベゼルも戻ってくるというか、それなりに修理すれば、まあ定価とトントンよりはまあちょっとね値段は抑えることできるかなって感じ、安く買えばできるので、まあそういった意味でもちょっと購入しましたことと、あと僕まあ長身者なので、あんまり新品のものをこう使うと傷つけたら嫌だなーっていうのもあって、多少もうボロボロの方がもうガンガンガシガシ使えるんですよね。だからなんて言うんでしょう、新品のものを買って改めて、あ中古を買ってガシガシ使う方がなんていうか気兼ねなく使えるなっていうまあそういうのもあって、まあ中古を使い始めました。なので、部品交換の素材要因としていろいろね、カスタムもできるので、シルバーの時計に黒の、まあ、ベゼルをはめたりとかっていうことも、遊んでたりした、まあ、そういうことしたいなと思ってたんで、いろいろ、まあ、交換要因としていくつか中古購入すれば、私この金の時計持ってますんで金のベゼルを修理交換してくださいって言って、金のベゼルが手に入りました、はい、持っていたシルバーの時計に金のベゼルをはめ込みましたみたいな感じで、まあいろいろカスタムを楽しみたいなっていうので、まあ、そういうつもりで購入しました、安くね。はい、なのでまあ気持ちはわかるんですよね、中古の時計したくないなっていうのは。はい、僕もそうだし、でもなんか
まあそういう風に交換要因として購入したものの、まあ結構ガシガシ気兼ねなく使えるし、なんかウレタンとかも強い匂いがなければ全然なんかもう使っちゃうなって感じで、でまあウレタン部分の交換だったら4000円ぐらいで交換できるんで、まあそれでね交換してもいいしと思って、交換してもいいなと思ってたんですけど、案外綺麗だったのと、まああのめんどくさいのとっていうので、まあしばらく使ってましたね。はい。なのでまあ、素材要因としてね、同じ GMWB5000 だったらまあいろいろあの同じ、ね、系列だったらあの素材を交換するっていう楽しみもあるので、まあ、そういった意味で、まあ、中古が手に入りやすかったっていう感じですよね。まあ、あと中古ってまあ呪物じゃないですけど、人の思いとか念とかね、まあ、そういったスピリチュアルじゃないですけど、まあ、そういうのも全くないとは思わないんですけどね。はい。だからまあ時計買うときに相性とか、うん、なんかこの時計つけてるとなんか運気下がるなみたいなのがあったら、まあそれはそれでね、わかんないリスクでもありますしね。まあそういうのもあるので、まあ中古がいいですよとも言わないですけど、まあ中古も使いようによっちゃいろいろ楽しみ方ができるし安いし、はい、まあなんかいいですよっていうことですかね。なので僕はまあ中古を否定も肯定もしないというスタンスです。どちらかというと。はい。なので、まあ、安く購入したい人には、まあ、中古でね、まあ、未使用新品みたいなのも時々出てますし、まあ、そういうのをね、購入したら、まあ、どっちともね、どっちのいいところも取れるかなっていう感じもしますしね。はい。ということで、まあ、中古には必ず、一回僕もね、大きな失敗もしましたので、リスクもあります。で、ヤフオクとかフリマサイトはやっぱりちょっとね、そういった意味で、失敗する可能性もあるので、はい。そういう時は、やっぱり、店舗型の、もの、店舗型で中古、まあね、売ってるところとかで購入すると、まあ、そこまで、リスクはないかなと思います。はい。あと、偽物っていうのも、ちょっとあんまり僕出会ったことないっていうか、まあ、それなりに慎重にね、その点はまあ慎重に購入してきたので、まあ、偽物っていうのは多分なかったと思うんですけどね。はい。ということでですね、まあ中古の G-SHOCK 是か非かという問題に対しては、僕はまあちょこちょこ買ってますけど、まあ、どっちでもいいかなっていう感じですね。もうみんな中古買えばいいのにとも思わないし、まあ、新品なら新品でね、お金ある人は新品を買い続けてくださいというかね、買った方がいいかなとは僕は思います。はい。ということで、まあ、お金があって、まあ、新品でね、購入して大事に使えばね、それはそれでね、自分だけの時計っていうか、まあ、それが一番、なんていうんですか、愛着が湧くと思うんですけどね。はい。ということで、まあ、僕はいろいろカスタムがしたいっていうので、ちょっとね、部品要因として、まあ、中古を結構たくさん買ってしまったっていう感じです。はい。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。